昔オタクって階級闘争したんですよ、俺の方がすごいぜっていう風にね。それはやっぱり痛いってことになったんです、オタクの世界で。それでやっぱりコミュニカティブなやつ、つまりオタク的な話題をまあネタにして仲良く盛り上がることが重要だっていう風に一挙にやっぱ変わっていくのは96年以降の展開なんですよね。その意味である意味いいことが起こった、つまりフラット化したんですよ。ナンパ系が嫌なくてオタク系がダサいとかっていうこの差別意識は急速に消えていって、でそれを前提にして2000年代に入るとね、まあ一つは電車男のブームがまもなく起こり、そしてメイド喫茶のブームも起こりますけど、あれもオタクの復権、あるいは秋葉原の観光地化ですよね。特殊なエグい場所じゃなくなっていくわけです。今申し上げた中にもう一度思い出していただきたいんだけど、96年に性的なものにはまるのも痛いし、オタクで階級闘争してるやつも痛いし、俺はナンパ系なんだぜっていうのも痛い、何にもコミットしないこと、そうだから痛いっていうのがすごいキーワードになり始めるのが、コミットすると痛いのね、痛いんですよ。でこうなると実は音楽もそうなんですね、バンドは痛いんですよ、ハマりすぎてて痛い、だから痛いって思われないためには、いや軽くやってるだけだよみたいな感じで見せなきゃいけない。女と付き合う時も男と付き合う時も、いやハマってないハマってないっていうふうに、まあ言い訳とかエクスキューズしないとね、やばいなっていう風な、簡単に言うとねそんな感じなんですよ、うん、でもだからそういうね表面的なポーズの次元でそういうのはまあ分かるとしてもね、これもじゃあ この数字も実は必ずしもそうじゃない可能性あるとか、16歳から19歳の子供のうちセックスに関心がない嫌悪感があると答えた人は、男性が 36% 女性 59% って言うんだけど、それもじゃあねこれ別に答えは本当は本当は違う、うん、本当にそう思ってる。でもだとするとちょっとまた次元は別じゃないですか。本当にそう思ってるってことではなくてね、こういうことです。まずさっき言ったように痛いってまずキーワードなんですね。であともう一つ男の子については言えばですね、僕は98年よく覚えてますけど、僕の時当時の大学院のゼミの7割の人間ギャルゲー男の子やってたんですよ。男の子の7割ギャルゲーで、僕がお前らさ生身の女と付き合えないからってギャルゲーばっかりやってんじゃねえよとか言ったですね、その中のある男の子がちょっと驚いた顔して、え先生まだそのこと考えてるんですかって。あの僕らは例えば僕について言えばもう性体験もあるし、ちなみにちょっとギャルゲーとは何かを、美少女育てゲー、はい、まあアドベンチャーゲーム系の分岐したものですけどまあいいや、あのいずれも、はい、あの結構ねそのギャルゲー的なものの延長線上に、うん、あの魔法少女マドカマギカ的なループものっていうのもあったりするんですけど、うんうん、まあその話をすると長いのでやめますね、はい、あの驚いた顔して、うん、先生そんなことおっしゃってるんですか、あの僕らはまず逆で生身の女の子がゲームの中の女の子と同じように振る舞ってくれるんだったらいつでもやってあげますって言うんですよ。じゃあ面倒くさいわけね、うん、生はね、うん、そうじゃないんだったらゲームの方がはるかにいいんですよ、ね、だから生身と付き合えないからゲームじゃなくて、僕らはまず逆でゲームに近づいてくれるならいつでもやってやるぜっていう、いつでもいくらでも女なんか作ろうでも作れるけど、そう、うん、いらんで全く同じ、うん、僕はずっと93、4年ぐらいからエロ本で連載続けてますけどね、エロ本の編集者たちが一気に秋葉系の方の編集者に自発的に変わっていくんですよ、うん、でそれはね2つ理由があった。一つは市場でエロ本があまり読まれなくなったか、うん、でこれはもちろん規制もあった、いわゆる性的弱者の慰め物みたいになってきたんですよ、うん、で僕もそれに抗って今連載をしているんですけどもね、うん、もうこれはやだとこのゲームはなんか弱者のマスターベーションゲームみたいになっちゃってるから、うん、ナンパ系はもうやばいってことでオタク系の方はずっと交渉だっていう風に移っていくんですね。でこれは98年、だから男の子が生身っていうものに対して評価する物差しがもう全然以前とは急速に変わったってことがある。あともう一つこっちは女の子の側ですよね。あのこれはもう何年だったかな、やっぱり2005年ぐらいだったと思うけど、僕はスパっていう雑誌でね、うん、ある調査をしてもらったら20代の彼氏彼女がいる男女のうち、その相手の携帯のね着信記録とか、うん、メールのログを盗み見た割合とか、うん、経験があるやつとかってやっぱり6割とか7割とかになっちゃうのね、うん、さらに当時から束縛期って言ってたけど1時間ごとにメール送れとか3時間おきに写メ送れみたいなね、男の子がすごく多くて、だからこれはね愛情表現とかと全然違ってて、なんか非常に単にうざい介入をする。で女の子の方も一部はねそれが愛だよねとか言ってる不思議な人たちもいっぱいいて、ちょっと僕は本当にこの人たちって何を言ってるんだろうって意味わからなかったんだけど、明らかにそういう関係って面倒くさいじゃないですか、ただ、ね、ただ面倒くさいんですよ。で中にはね
女の子はですよ、女の子と一緒に映画見に行ったり飯食いに行ったりだけでね、俺のことどう思ってんだよみたいにね、がなり立てるやつとかってやっぱり本当珍しくないんですよ。